テムは真田家について知っているか？もちろん知ってるわ。戦国時代の関ヶ原の合戦や、大阪の陣で活躍した武将よね。特に真田幸村が有名で名前は知っているわ。そうだな。真田幸村は大阪の陣で豊臣方に味方をして、あえなく命を落としてしまうんだが、幸村の兄である真田信幸は徳川方についていたから、真田家は存続することができたんだ。大阪の陣の後、信幸のふるさとである信濃の沼田領は、信幸の長男である真田信義に引き継がれるとともに、信幸自身は1622年に同じく信濃の松代藩の初代藩主となるんだ。この時点では、沼田領は正式な藩として幕府には公認されておらず、あくまで松代藩の分地という扱いだった。信義が1634年に亡くなると、沼田領は信義の子の熊之助が引き継ぐが、この子も1638年に7歳で夭折してしまう。ここで今回の主役である真田信利が出てくる。信利は信義の子供であり、熊之助の弟であったため、本来だったら信利が沼田領を引き継ぐべきなんだが、この時信利はまだ3歳であり、領地の統治が難しいと判断され、沼田領の大半は、信幸の次男であり、信利にとっては叔父にあたる真田信政が引き継ぐこととなるんだ。そして信利には、沼田領のうちから5000石が分与されたぜ。その後、1656年に信幸が隠居する際に、信政が真田宗家及び松代藩を引き継ぐこととなり、代わりに沼田領の全てを信利が引き継ぐことになるんだ。ここでやっと信利が領主として、政治の表舞台に出てくるのね。そうだな。そして信利のしくじり人生もここから開幕していくんだぜ。信利の一つ目のしくじりは、松代藩の次の後継者をめぐる大騒動だ。1658年に、松代藩を引き継いでいた信政が亡くなると、まだ存命中で隠居生活を送っていた信幸の決定により、信政の子の幸道を松代藩主の後継者にするということで幕府に届け出たんだが、それに待ったをかけたのが信利だ。出しゃばってきたわね。一体どうしたのかしら？信利は、自分が信幸の長男である信義の子供だから、自分が松代藩の後継者になるべきだと幕府に訴えた。後継者候補である幸道も、まだ1歳と幼かったから、なおさらそう思ったんだろう。理がないわけじゃないとも思うけど、もしこれで信利が後継者と認められればどうなるの？そうなれば信利は沼田領に加えて、本家である松代藩の領地も所有することになるんだ。信利の持つ沼田は3万石、松代藩は沼田も合わせて13万石だ。信利は約4倍ぐらいの大きさの土地を持つことができるんだぜ。それは信利としては絶対もらいたい土地だわ。後継者に名乗りを上げるわけよ。信利の母方の実家や、幕府の上層部も信利の意見に賛成して、信利の側についたんだ。そして、いろんなところを巻き込んで、家督を争う大騒動が起きたんだが、結局幕府は、最終的には当初の信幸の意向を汲んで、幸道を松代藩の後継者にしたんだぜ。やっぱり、信幸の影響力は大きかったのかしら。信利としてはがっかりね。しかし信利へのケアとして、信利の治めていた沼田領を松代藩から分離独立させて、信利を藩主とした沼田藩として、新しく藩を作ったんだ。幕府としては、後継者にできなかったお詫びみたいな感じだし、信利は藩主になれてよかったよかったという感じだな。まあ、なんとか治まったって感じではあるわね。だが悪いことに、松代藩から独立し、信利が藩主となったことで、沼田藩は悲惨なことになっていくんだ。二つ目のしくじりは、つまらない対抗意識が起こした不正申告だぜ。信利は、沼田藩の藩主になったが、松代藩のことを過度にライバル視していた。もしかしたら自分が継ぐかもしれなかった土地だから、嫌でも敵対視しちゃうわよね。なんとしてでも松代藩に勝ちたいと思う信利は、なんと勝手に領内の検地を行う。それだけにとどまらず、どうにかこじつけて石高を課題に申告したんだ。沼田藩の実高は3万石程度で、10万石超えの松代藩にはどうあがいても勝てるわけがない。だから多めに石高を申告して、ライバルに勝とうとしたんだ。なんて無謀なことを。そんなことしたって意味ないでしょ。信利はとにかく松代藩に勝ちたかったんだろう。松代藩には相手にされてなかったけどな。沼田藩には実際には3万石程度の石高しかないのに、14万石と偽って報告したんだぜ。松代藩より4万石多いどころか、実際の石高より4倍以上も多く申告したってこと？そうだぜ。しかしこれによって、弊害が発生する。当時の幕府は、申告された石高に応じて、参勤交代の規模や、土木工事であるお手伝い武神の規模を決めていた。課題に申告した結果、こうした労役の規模も大きくなってしまったんだ。参勤交代や不審といった労役は、藩の勢いを削ることが目的だった。だから、
国高の多い藩には多めの負担を課すことで、財力を削いで幕府に反抗できないようにしていたんだ。でも、本来対処できる負担より大きい負担がのしかかってきたら、藩の財政が立ち行かなくなるわね。そういうことだな。信俊がつまらない見栄を張ったために、しわ寄せは領民に行ってしまった。どうにかして14万石分の負担を、3万石の領地から捻出するために、領民には重税が課せられたんだ。信俊の見栄っ張りによる暴挙はこれだけにとどまらなかったぜ。それが3つ目のしくじり、城と藩邸をもっと豪華に、無茶すぎる建て替え工事だぜ。領民には、信俊の見栄のせいで重税が課せられているのよね。それなのに、城と藩邸を豪華にする余裕なんてあるの？この建て替えの理由も、松代藩に対抗するためなんだぜ。沼田藩には沼田城という城があったんだが、信俊は沼田城に5層にもなる大天守閣を建てたんだ。ちなみに江戸城の天守は5層からなっている。三万石の沼田藩に、5層の天守閣は大きすぎると思わないか？分不相応ね。三層ならまだしも、5層はもったいないわよ。さらに、参勤交代の時に使う江戸の藩邸、つまり武家屋敷も、松代藩並みに豪華なものに改装した。もちろんこの改装の負担も領民にかかることになる。江戸時代には何回か飢饉が起きていたが、この頃は飢饉が起きていなかったにもかかわらず、沼田藩では餓死する人が相次いでいた。ちょっとちょっと、さすがにそれはひどすぎるわよ。そんな中、城と藩邸の建て替えが行われたから、領民は労役にも借り出されることとなった。そして労役に行けなかったり、年貢が納められなかったりした領民は、水牢の刑というものに処せられた。水牢の刑って何かしら？響きが怖いんだけど。水牢の刑というのは、約10メートル四方の穴を掘り石垣で壁を作って、その中に深さ60センチぐらいまで水を入れて、穴の中に領民の家族をぶち込んだものだぜ。入れられた人は座ることも横になることもできず、当然寝ることもできない。そして水にずっと使っているから、皮膚が水を吸ってふやけて破けてしまうんだ。聞いただけで最悪な拷問だわ。ただでさえ生活が困窮して弱っているのに、水攻めなんてされたらたまったもんじゃないわね。群馬県北部には、今も沼田藩によって作られた水牢の遺跡が残っているぜ。自分はもちろん、家族がそんな目に遭わされていたら見ていられないだろ？水牢の刑に処された領民は、土地を売ってでも年貢を納め、過酷な労働にも泣く泣く出向いたんだ。そこまでして藩主のために働かなくてもって思っちゃうけど、そうしなかったら水牢で死んでしまうのよね。水でじわじわ殴り殺されるよりは、身を削ってでも労働した方がまだマシかしら。それでも、重税のせいでご飯もろくに食べられず、過酷すぎる土木工事で体を壊す人が多かった。こんなことをずっとやっていたから、領民の間では信俊への不満とヘイトがたまりにたまりまくった。ついに領民たちは、この状況を変えようと立ち上がったんだぜ。信俊の四つ目のしくじりは、領民の直訴で改易、沼田藩を取り潰しだぜ。散々悪用を働いてきた信俊にも、ついに終わりがやってきた。そのきっかけは、江戸の両国橋の改修工事で使う木材を、沼田藩が調達することになったことだ。江戸時代は様々なところから資材を持ってきて、土木工事を行っていたのよね。その資材を、沼田藩が用意することになったのね。そうなんだが、ここでトラブルが発生するんだ。沼田藩の領民たちは、苦役に耐えながらもどうにか木材を調達することに成功した。しかし、そこに台風がやってきて、川の氾濫が起きてしまった。せっかくみんなで揃えた木材はバラバラになってしまい、納入期限に間に合わせることができなかった。苦しい年貢も納めて、木材も調達したってのに、なんてむごいことなの。台風は天災だから仕方ないけどな。ただ納期地帯の責任は藩主である信俊に向けられることとなった。そもそも納期遅延は台風だけのせいではなく、日頃の圧政で領民が疲弊していたことにも一因があったからな。そして積年の恨みに加えて、このトラブルで領民の怒りがついに限界に達するんだ。領民の中から、杉木も左衛門という人が、幕府に信俊の悪用を直訴することを決意したんだ。藩主の暴政を、直接幕府に伝えることにしたのね。しかし幕府に直訴すると、直訴した本人と家族は死罪になってしまうのが慣例なんだ。もう左衛門は命を捨てる覚悟で、直訴をするために江戸に向かった。最初は直接大老を訪ねたんだが、もちろん一介の農民に幕府の人が会ってくれるわけもなく、もう左衛門は門前払いされてしまった。でも、信俊の非道をなんとか幕府に伝えないと、沼田藩の領民たちは救われないわよ。もう左衛門は必死に考えて、そしてある秘策を思いついた。それが、訴状を輪王寺というお寺の門がついた箱に入れて、お茶屋に置き忘れたふりをするというものだ。輪王寺は三代将軍の家光のお墓がある場所だぜ。
将軍のお墓があるお寺の門が入った箱が置いてあったら、何か大事なものかと思ってしまうわね。見つけたお茶屋の店主は、急いで幕府関係者に届けるでしょうね。そうだな。こうして茶屋に残された訴状は、狙い通り将軍徳川綱吉に届き、これまでの信俊の横暴が全て暴露された。幕府は、沼田藩の治世が良くないことと、木材の納期が遅れたことを理由に、信俊に改易を申し付けたんだぜ。改易って、土地の支配者が土地を取り上げられて、別の場所に飛ばされることよね。そうだな。信俊は山形藩にある奥平家へ行くことになった。信俊の息子たちもそれぞれ別のところへ行き、一家は離散した。モザエモンのおかげで沼田藩に平和が訪れたのね。でもモザエモンはどうなってしまうのかしら。確か幕府に直訴すると、死罪になるのよね。モザエモンは領民を救ったんだから、むしろ褒められるべきなんじゃないの？モザエモンを助けてほしいというのが人情だが、決まりは変えられない。モザエモンとその家族は、死罪として貼り付けになって亡くなってしまったぜ。死罪を許すための使者が処刑場に向かっていたけど、刑の執行に間に合わなかったという説もあるな。とにかくモザエモンは自らを犠牲とすることで、領民を圧政から救ったんだ。これでようやく、領民は信俊の見えっ張りに付き合わされることがなくなったのね。沼田藩も取り潰しになり、幕府領になった。あれだけ豪華に作った沼田城も、最後は幕府の命令でぶっ壊されたぜ。なんだかもったいないけど、人々を苦しめた象徴のようなものだから、取り壊した方がいいわね。信俊はその後、奥平家が宇都宮へと移ったのに伴って宇都宮へと移動し、そこで亡くなったぜ。亡くなったのは、改易されてから7年後のことだった。さて、このしくじりをどうすれば回避できたのか、霊夢ならわかるよな。見栄を張ってた社と争わず、そのままの自分を見せていれば、こんなことにはならなかったわ。そうだな。勝ち目がないとわかっているはずなのに、自分よりも大きい松代藩に嫉妬して、自分を無理に大きく見せようとしていたのが、すべての元凶でもあるな。何より虚しいのは、これだけの見栄を張っておきながら、松代藩からは相手にされていなかったことよね。勝手に暴走して、勝手に自滅していったわね。藩主になってから、つつがなく政治をしていれば、信俊は最後まで藩主として生きられたんだろうな。それを自分の嫉妬のために、国高を多く申請したり、でっかい城を作ったりしたから、せっかく幕府が与えてくれた藩も取り潰されてしまったんだ。沼田藩を大切にしていれば、領民も餓死せず、モザエモンも死罪にならずに済んだのにね。信俊には、自己肯定感をしっかり持っていてほしかったんだぜ。松代藩の勢いを抜きたかったのなら、豪華な城なんか建てずに、どうすれば米をより多く収穫することができるのかや、お金をかけるべきところは他にないのか、探していればよかったのにな。お城を豪華にするんじゃなくて、堤防工事とかをやっていれば、調達した木材も台風でバラバラにならずに済んだかもしれないわね。とにかく、信俊のつまらない虚栄心を捨てることができていれば、このしくじりは回避できただろうな。ということで今回の解説はここまでだぜ。次回もぜひ見てくれよな。チャンネル登録高評価もよろしくね。ご視聴ありがとうございました。